だからですね、明後日か、来週月火水で、ミラクセコンのノースアメリカという会が日本にございます。僕は自分の宣伝しますけど、先ほどのリナックス入門はですね、C 級出版社のトラインターフェース11月号から、なんかリナックス特集部になってですね、日本語でいっぱい書かされましたね。で、なぜリナックスは Windows で動かないのかとか、そういうレベルにすごい移行されて、リナックスには大文字と小文字で同じファイル名の別物がありますか、そういうことで説明してですね。まあ、いろいろ説明してて、だからそういう意味では、日本語のドキュメントを、僕は小林さんの資料を参考に CFS の日本語のやつを書いたんだけど、実はないんだよね、CFS の日本語資料ってね。コンプリートフェイスケジューラーの、だからナノセックのカウントしてるとこはシューズないんでね、で、まだまだ見てもらって、で、あれ記事後ろに回されたので、もう一回、成功するチャンスが来ました。なぜか恐ろしくて連載とは言っていました。で、その来週の会議で喋るネタというかですね、そういうことでいろいろ準備をしていて、その話をしますと、ここから。これをグレッグが決めて、ストレーブルが 3.10 次にするよっていうのが決まったということですね。で、そういう意味では LTSI は LTS のステーブルカーネルをそのまま採用するので LTSI も当然 3.10 になるよということを書いています。で、この詳細を見てもらえばいいんですけど、まず今日お話しするのはスケジュールの話をしようとしていて、まず LTS 3.10 がステーブルなのはいつですかっていう話があるんですけど、このカーネルオルグのサイトを見ていただくと、なんか来たの今日の時点では 3.11 が出て12の開発が始まったところですよね。なのでまだ 3.12 の RC ではなくて 3.12 のまさに取り組みをしている最中ということですけども、でそういう意味でいくと LTS 3.10 がそういう意味では1個前の世代になります。で、 3.10 がステーブル、ロングタームステーブル、ここ見てもらうと、メインラインとステーブルとロングタームとありますよね。あとネクストとあります。で、今のメインライン出ている最新は 3.11 ですよ。それに対して 3.10 と 3.9 はステーブルですよ。要するにこの2つだけは、パッチをバグフィックスパッチを当てていますよ。で、例えば 3.10 はドット11まで来てるし、 3.9 はドット11でもう EOL、 これでもう 3.9 はこれでこの世代で終わりだよって書いてあるわけね。で、これがいつ EOL になるかというと 3.12 が出た時という話になっています。でこのさっきのブログに戻る と、まず時期の話を書いているのは、3.10 メインライン関連が出た時が 3.10 が、フォーマリー LTS ロングタームステーブルモードになるよ、さっきのちょっといっぱい言ったしますけど、ここでいうロングタームってやつに、今は 3.10 はステーブルですけども 3.10 がロングタームになるタイミングっていうのが 3.10 が出た時っていう関係になっています。で、じゃあそれがいつなのって話ですけども、ここはだからまだアサンプションというか予測でしかないんですけど、基本的にはラフリーアラウンドエブリニットマンスって書いてますけど、まあ、大体最近75日とか73日とかそのぐらいに行くので、一応ですね、今の予想ではこれも日を決めてるわけじゃなくて、ここのイベントドリブンなので日は確定してませんけど、大雑把に11月の最初頃だろうねというふうに言っています。なので11月の頭に 3.10 がめでたくロングタームとして昇格するということになるわけですね。で、LTSI の開発はそこからスタートすることに一応同期させて、一応これと合わせるということは大体しているので、3.10 の LTSI に対するパッチの取り込みというのは、そういう意味では11月の頭から始めますよということです。で、一方ですね、グレッグのツリーを見てもらうと、そこにます。LTSI のギフトを見てもらうと、実はですね、あ、見えないでごめんなさい。というのが、LTSI のギフトを復活してもらうとですね、これは一番最近の、
9月11日1時にクレックが作ってるんですけど、実は 3.10 行のリポジトリはもうすでにクレックが作りました。なのでまだコード何も入ってないんですけど、この中に彼が言ってるのは、まだ何も入ってないよと。ただし LTTNG だけ入ってるんだけど、ビルドできないから誰か直してねって書いてるんですけど、なので LTTNG は誰が来たのかな、ソニーさんが来たのかなですけど、まあこういうあのリポジトリそのものが空いていると。でメーリングリストに正式に集め始めるのが、そういうふうにそのここがパッチを集め始めるのが大体11月の1日から約60日、あ、11月の初旬から60日、要するに若島年内、11月、12月が大体パッチ取り組む期間ですよ。なので、パッチの用意を始めてくださいねということを言っています。で、その後テスト。で、テストは、まあ、毎回そうなんですけど、そこそこ、普通のリラックスカーネルっていうのは、マージ期間は大体2週間ぐらいしかないですよね、マージウィンドウって。それに対して、ここは2ヶ月取ってるので、そういうのはわりかし余裕を持って、マージすることができるんですけど、その後にテストが大体30日とか言ってます。で、ここは、パッチを出した人は他の人のパッチが出てきてぶつかるので、ちゃんと動いてるよねっていう確認をしてくださいねっていうのテストと、あと LTSI としてのテストっていうのは今回いろいろ考えていて、もともとその、まあ、ここで言うと知らない人がいるとみんなビビるんで、こういうところでしか言いませんけど、コミュニティのテストというのは基本的にビルドが通ってブートするところでしか見ていませんよね。でそういう意味で言うと、カバレージって極めて低くて、その要するに、まあ、グレッグは LTSI のテストで OK と言っているのはですね、自分のパソコン、X86 のパソコンにカーネルコンフィグをして、コンパイルしてブートしました。で、一応 OK と彼は言っているわけですから、そういう意味では全然足りなくて、で、今回から結局オフィシャルにテストの環境を作ろうとしています。で、従来、例えばルネサスは自分でテスト環境を作って、自分でテストスクリプトをいっぱい作って、1週間とかテストしてましたけど、で結構バグ10件20件は見つかるんですけど、そういうことをやってたんですが、今回から LTSI プロジェクトとして一応公式にテストをしたいというふうに思っていて、で今の前回だったかな、1ヶ月ぐらい前に横浜で LTSI ワークショップテスト版というのがあったときに、東芝さんと富士通さんと、まあ、当然ルネサスは一応テストケース出すよって話をしていて、で、まあ、ある意味ですね、各社がテストをどんなことをしているかっていうのは各社の秘伝の誰なのかは秘密なのか知りませんけど、そういう部分もノウハウとして蓄積する部分も当然あると思うんですけど、共通にこういうテストはしておいた方がいいよねとか、あのベンチマークで性能を測った方がいいよねとか、サイズを見ておいた方がいいよねって話があるので、そういう項目をここでテストをちゃんとしましょうというふうにしています。なのでさっき年内が取り込み期間と言いましたけど、1ヶ月テスト期間なので、大体1月いっぱいがテストで、一応これちょっと余裕を持ってですね、 3.11SI はアーリーミッドフェブラリータイムフレームって書いてますけど、一応まあ目標1月末ですけど、まあ、毎回最後の最後にちょっといろいろ時間かかったりすることもあるので、2月中旬に LTSI 3.10 が出ますというのが今の日程になっています。でこの下にですね、いろいろご紹介、ご紹介ということで、今から何をしてねっていうパッツパスペッツって書いてますけど、まずは 3.11 に何かいいものが入ってるか見ておいてねと。もう 3.11 が出ていますので、実はですね、3.11 ってなんとなく当たり金っぽいんですよね、見てるとね。で、そっか、まあ、LTSI を推進することで名前が入ってるじゃん、そうか、ここでちょっとリーク情報を言っとくと、3.10LTSI を使うことに対して賛同する人がだいぶ増えてきました。例えば、Linux ファンデーションの中では、これまだ正式に言ってないんで、僕はここで喋ったことだけにしてほしいんですけど、あと、Tizen は、次 3.10 にするよってことが決まりました。それからヨクトもですね、ヨクトプロジェクト、リアクションアディションも別 の, インテルさんが引っ張っている組み込みディストリを作るわけですけども、実はヨクトは基本的には常に最新カーネルをかけることになっているので、次の 1.5 というやつは本来であれば 3.11 を使う予定だったんですけども、デブスチャートと議論して、3.10 にしようということになってですね、次のヨクトは 3.10 になりました。なので、タイゼンとヨクトはそれになった。それから、ちょっとこれも公式に発表されているのでここだけとしてくださいって言ったら、ジェネビーの風間で自動車の標準もやっている。ジェネビーも今これまで議論している最中で公式に決まっていませんが、一応 3.10 に合わせようという話をしています。それから、DRAM パイ改めて KitKat のあれは一応これも正式に出ていませんけど、 Nexus パイは 3.10 でも改造されていますよね、コードを見る限りね。なので
世の中の組み込み系のかなりの多くの人たちが 3.10 に集まってくるっていうのはもうはっきりしてきました。なのでそういう意味では 3.10 は多分移っていくのはいいんだろうなという気はしています。で、今の Linux Foundation の中の C ワーキンググループの中で、例えば、今日午後出てくるティムといろんな議論をしているわけですけども、 3.4LTSI から 3.10LTSI に移るときにどんなことが問題になるのっていうようなチュートリアルを作りましょうなんていうのを一応そういうティムは提案として出していますので、世の中は多くの人が 3.4LTSI から 3.10 に移るっていうのをこれから体験することになると思います。そういう意味で、さっき僕 3.10 って当たりっぽいですって話をした、これ、ここも秘密ですけど、秘密っていうか僕の勝手な予想ですけど、今年多分レッドハットが変わるんですね、バージョンがね。で、レッドハットさんとかスーザーとかそういうエンタープライズ系のリナックスってまだ LTS とは同期していないというか、もともとに関すると、もともとのステーブル版っていうのはレッドハットとかスーザーが決めて作ってた2627とかね、それを作ってたわけですけど、多分ですね、なんとなく僕のこれ個人的な予感ですけど 3.11 じゃないかなという気が今しています。で、そうすると 3.11 の美味しい機能とかを 3.10LTSI に持ってきたいわけですよね。なので皆さんも、3.11 とかまたは 3.10 に今開発してる、まさに今コードが入り始めてるところですけど、11、12でこんなサポートとかこんな機能が使いたいよっていうのはやっぱり今のうちからウォッチしておいて LTSI 3.2 に投げればそれは使えるということになるので、そういうのを見始めてくださいねっていうのが一番いいかと。それから3.13 は今まさに、これから開発がスタートなんですけど、例えばルネサスから見るとですね、我々の最先端のチップというのは、例えば今回の新聞発表しましたRZ シリーズとかちっちゃいアーム入ったやつを初めて出しましたけど、あの辺は、アップストリームに先に入ります。なので 3.13 ターゲットで入れて、それを 3.10 にバックポートします。なのでそういう意味では新しいことをやりたい人は 3.13 ターゲットで今から始めればいいよって言うんですよ。なので一応まだちょっとそういう意味はさっき言った11月頭まで若干1ヶ月今日はありますけども、準備を始めるなら今ですよということをここで申し上げているという話になります。なので、そうですね、でちょっとね、僕さっきの上田さんの話を出たので余談というかですね、別の話をすると、実は僕らどういうことをしているかっていうのを、これGit カーネル力っていうのが皆さんありますよね。実は Git カーネルトルグっていうのはカーネル力の中の公式の Git の中にいろんなものがあるんですけど、実はルネサスバックポートっていうの公開リポジトリがあります。で、どういうことをやっているかというと、僕らですね、LTSI、今実際はルネサスがビジネスで出しているカーネル DSP は全部 LTSI 3.4 で出していて、次は 3.2 にする準備をしていて、お客さんとのそういう話をしているんですけど、ここにですね、カーネル、ビットカーネルの中のルネサスバックポートというタグの中に、例えばこれ、LTSI 3.4.25 のベース18、17、16ってあるんですけど、大体2週間に1遍ぐらい、こういう内部リリース、まあ内部というか公開ですけど、公開リリースをしていてですね、例えばここ18とか見ると、ここにいろんなコードがバーンと入ってて、例えばここに小林さんのコードが入ってて、小林さんが出してくれた設置モバイルのアライメントの間違いを直したよとか、こういうのを自動的に実は我々の中でパッチをコレクションしてて、こういうものを作ってます。で、これをベースに製品カーネルを作るようになってて、で、逆に言うと製品を作ってる人から上がってくる情報は一旦中で取り込んで、ここに還元する。LTSI は外で待ってるわけですけど、中で LTSI を回す仕掛けが実は二重にあって、別に LTSI の進化に対して製品開発現場とかいろいろその他のいろいろフィックスが入ったものに対して、ここは全部公開で開発する仕掛けがあります。で、これがあるので、実はお客さんと会話していても、我々がいちいち情報を出さなくても、ここに全部 Git で上がりますので、ね、当然のことながら Git なので、全部何をどう直したよって、これ全部コメントがついていて、で、例えば、クトバイサインズとか誰がチェックしてるよとか全部出てます。この中実はですね、すごい大事なパッチもいろいろ入っていて、例えば、これかな、ですね、実は ARM のコーテックス A9A15 の SMP の CP ホットプログでバグってるんですよ、メインラインのコードって。これ結構やばいんですけど、ウィンドリバイさんが壊したコードがあって、それ実は見つけてこれ直してるんですけど、この辺の例えば A15A7 のクラスターのホットプログのとこおかしいよねってこれ直したコードが実はここに入ってます。なので、こういうところ本当は皆さんもその会社の中とか LTSI をどう使うかをこれからいろいろ勉強してほしいんですけども、LTSI 自身は外回りの活動というか、その公開でやってる活動ですけど、それ以外にその後どんどん 例えば LTSI 3.4 でもどんどんもう製品と BSP が出ているので、ここでやってることがこういうことでさらにそれを内部的にこう集めて回す仕掛けっていうのを二重に持ってますので、常に最新が全部こうトランスフェアントに見えてるっていう状態があります。で、実はこの辺のコードは
全部アップストリームファーストで上から来るので 3.10 予定制限自動的に取り込まれるようになったんですね。で僕らはこれから始めるのは 3.10 予定制限まだ入ってないんだけど最新のパッチとか最新のフィックスをこれから集めることにもやっていて、その辺のことを僕自身はすでに始めています。なので皆さんも、今から11月12月にちょうど年内残り3ヶ月なのでここで頑張ってそういうことをしてもらうと後がすごい楽になりますよという話なので、ぜひやってくださいねと。特にその 3.11 を一生懸命見るのが大事かなという気がしていますので、そこはまあこれから皆さんで一緒に見ていきたいなと思いますので、一応今日はこの話で、この話を実は明日というか来週ニオリズの話をしてきて、でそこにはですね、いろんな方がまた来てくれるんですけど、例えばカール君が来るとか、あと赤丸さんが今回来るんですけどねいろいろそういういろんな人が集まって、どういう行動を引っ張ってくるべきなのっていう議論を実は来週はアメリカでやって、その後 ESG でヨーロッパでもやります。で、この話は、来週のヨーロッパのカーネルサミットもあるので、カーネルサミットのアームセッションとかにこの辺の紹介もしていくことになっていますので、一応そういう、まあ、全体の大きな流れに乗ってくださいねっていう話になっていますので、ちょっと今日それをご紹介しました。で、ATSI をどう使ったらいいのとか、いろいろご意見もあろうかと思っていて、よくですね、例えば車業界は10年とかいう話ですぐ言われたんだけど、僕今日名古屋から来ましたけど、車業界も実は 3.10 の次は何ですかとかいう話もすでに出ていて、というのは彼らは2年先の製品を作ってるんで、3.10 だけじゃダメだから、その次も見据えて考えたいとかいう話になっていてですね。なので今日お話ししたその最近の話をしましたけど、多分同じことを来年またやります。なので1年間に、さっき言った大体2ヶ月に1個っていうことは、カーネルが5個上がるわけですよね。なので、3.10 の次が 3.15 になるのかなと、その辺ですけども、いずれにしても。そういうふうに大体こう先を見て計画していけるような状況になってきたので、まあ、ちょっとその全体の流れ、毎年1個入れて 年末にこう集めて年明けに出るよっていうそういう時間軸で物が動いてきますということをちょっと頭に入れておいていただくと、皆さんの製品開発とかそういうことにつながっていくのかなというふうに思います。ということで何か質問ありますか？どんなことでも一定性自身はこういうパッチコレクションの仕組みでライブできてきたと思ってるんですが、テストは本当にこれからで、僕がですね、一応そういうひな型になるテスト環境を作ります。で、僕自身はテストのインフラ自身はどうでもいいってことないんですけど、そのインフラばっかりかっこいい人もしょうがないと思って、やっぱりテストケースが魂だと思ってるの で、例えばテストケースをどういうライセンスで集めようかとか、いろんなことを議論しなきゃいけないんですけども、本当は皆さんこの辺のテストはしといてよねっていうのは多分きっとあるはずなので、そこを集めたいなと思ってます。で、仕組みは例えばその Google Auto Testだったりリナムラバーだったりいろんなものがあるので、またジェンキンスとかいろんなものがあるので、ああいうものをくっつけてそのテスト結果とか今テストの状態が分かるようにしようと思うんですけど、さっき小林先生が思ってるけど、最後はテストでフェイルした時に誰が直すのって話で最後言っちゃうんですよね。なのでそこをどうするかはこれから考えなきゃいけないんですけど、少なくともリリースされている ATSI はこういうテストしてこんな結果でしたっていうのはちゃんと分かるようにしたいというふうに思っていて、それが 3.10 での僕にとっての一番大きなチャレンジです。なので一応こんなことで進めるので、何か ATSI に対する意見ご要望その他いろいろあればですね、僕なり柴田さんに言っていただければ適宜取り込むようにしていきますので、引き続きよろしくお願いします。そんな感じですかね。テストについては現時点では結果だけ、いや、ですね、テストケースも公開したいと思ってるし、テストインフラも全部公開します。あ、じゃあトレースはできる。はい、はい、全部そちらで行ってます。で、例えばさっき東島さん前回来てた時に、東島さんもそういう意味でフラッシュを一生懸命作ってるんで、フラッシュメモリー、フラッシュファイルシステムの性能とかね、すごいずっと見られてるので、そういうのも全部分かるようにしていきたいと思ってるし、僕らも例えばさっき言ったマルチコアのことかなんかいろいろやってるので、そういうの全部テスト、例えば SMP、ホットプラグ、パーマネントとかここ取ってますよっての全部分かるようにしようと思ってます。はい、ということでよろしいでしょうか。